王太陽よ、あのお方だ。祝福を。救世主様が戻られた。歓迎されて当然、皆を救った。まだだ。天将アバードの名において、その勇者に盛大な歓迎を。道を開ける。マーラとアーロイから大事な話がある。アーロイから？それは奇遇。私もあなたにお話があり、砦や聖なる地へ狩人を4度も送りました。導きの塔に異変が。さあさあ、こちらへ。ご注意を。せっかくお救いいただいたのに、後始末がまだで。異変は暗い中で起こったので、なんとか民を解き伏せられたものの、あと一歩で大騒ぎでしたよ。ある晩、塔がほんのわずかな時間、真っ赤に光ったのです。まるで光の錯覚のようでしたが、下にいたものは、あれは光の反射ではなかったと。その光は塔の下から発せられたそうです。あそこから手は触れておりません。何が起こった？わからない。塔は本来テラフォーミングシステム用の信号を送信する装置。ハデスは塔で古の機械を目覚めさせようとした。接続は切ったはずなのに。ここで待っていこう。吉報を頼むぞ。嫌な予感がする。見たところ何も変わってないの。どうせ抜けないだろう。上から何かが送信された。なんとかそこまで登らないと。ここからだとプルキャスターが近づく。もっと近づかないと。よし、いいぞ。さて、どうやって塔に渡るか。あそこにプルキャスターを引っ掛けられる。これで上に上がれるはず。
私のためにやりをくれたと思っていたのに、私を騙して塔から何かを送信していた。どうしてあいつはハデスを生かした。データの送信先が分かれば追跡できる。まずはてっぺんの送信ポイントにたどり着かなきゃ。パネルが開いてる。中から登ってみるか。エレベーターだ。動くのか。アクセスリフト起動。これはついてるの。メンテナンス設定を実行します。塔の形が変わった。カージェが大騒ぎしそうだな。やあ、アロイ。ようやく計画に気づいたのか。正直、お前がのんびりしてることに驚いたくらいだ。ハデスを盗むために槍を使ったな。なぜそんな軽はずみなことを。軽はずみ？それは貴重な知識もろともハデスを消し去ろうとした。お前の方だ。ハデスを目覚めさせた謎の信号。それにガイアのバックアップのありかも知りたかったのではないか。知ってたのならなぜ隠していた。この半年私にはやるべきことがあったのだよ。お前と違い収穫もあった。今は私の策略に対する怒りをさっさと鎮め、私のいる禁じられし西部へと旅立ち、私の収穫をその目で見るといい。ああ、すぐに見つけてやるさ。よろしい。まあ座標があれば増さないだろう。お前ですらな。ダールとマーラットに知らせた方がいいな。どうやって？あいつは奇跡を起こす女だからな。塔の姿が変わっちまったぞ。戦の時と同じだ。風が強い日で幸いでした。目撃者も少なくて済みます。何があったのです？ハデスの脅威は終わってなかった。西に危険が迫っている。すぐ行かないと。ですが、お勧めはできません。西部は禁じられし土地。あそこを支配するのは残忍なならず者。テナークス族は決して侵入者を許しません。ただ天将アバード様が和平協定を結ぼうとしています。確か 2,3 日中に国境近くで会談が開かれます。王の庇護のもと、テナークスとの会談に立ち会えば、ナブリ殺しの目に遭うことなく通行許可を得られるやもしれません。殺人部族か。楽しみだ。なあ、天将様。アーロイ、息災であったか。
そなたに心から礼を伝える意図まさえなかった。ねえ、槍をお見せしてよいですか、兄上。リターメン、静かに。礼の品を渡したくてな。宮殿で奉納の儀を行うのが常ではあるが、そなたは格式ばったことが嫌いであろう。品をここに。アバード、その気持ちはありがたいが、ウーシとバナージャ。ほら、また逃げられる前に渡さなきゃね。おい、やめろ。つけてみろ。どうもありがとう。それは三王国の民からそなたに対しての感謝の印だ。ご友人との再会もございましょう。準備ができましたらお声掛けください。新しい槍にマスターオーバーライドを装着しよう。近くに作業台があるはずだ。あった、作業台だ。マスターオーバーライドを装着。それだけじゃない、エネルギーを貯めて放出できるようになった。名前はレゾネーター。きっと役に立つ。ようやく。して、ご準備は？まだ時間がいりますか？そろそろ行くよ。西に進むためにはテナークスから通行許可をもらわないとならない。そうだな。会談はどこで執り行われるんだ？王国の西の境界にある恐れの谷の向こう、その最果てに照度の光という砦があります。その門の先で執り行われる段取りに。徒歩で行くのならば2週間はかかる。機械に乗れば2、3日さ。やっぱり今晩はここで休むことにして。朝だと結構。あちらへ。No matter, no matter.
火の神様もびっくりだ。あんなの乗り回すやつは初めて見たよ。照度の光行きか。ああ、いつもはそうだが今日はダメだ。今はまだな。どうしてだ。そりゃあ、恐れの谷が機械だらけになってるからだ。機械くらい平気だ。ああだろうな。でも動かすなって言われてんだ。チェーンスクレープの笛が安全を知らせるまで。いいか、私はここでただじっと待つつもりはない。動かすつもりがないなら自分でやるさ。ちょっと待ってくれ。誰が上に戻す。あったくしょうがねえ。ただし誰かに聞かれても無理やりやらせたって言えよ。煙は見えるがその割に静かだね。大方機械がなんかぶっ壊しでもしたんだろうさ。この騒ぎのせいで誰も仕事どころじゃないからな。だから静かなんだよ。どんな機械が問題を起こしてるんだ。危険な奴が山ほどさ。ブリスルバックって呼ばれてる。恐れの谷じゃ見かけない奴らなんだがな。ほんとどこからともなく現れたんだよ。カリウドはいないのか。いるにはいるけど、ウルバンドには逆らえないのさ。チェーンスクレープの責任者。まあでも自称だけどな。作業中断は奴の命令だ。首を突っ込む気は毛頭ないよ。階段に遅れるし。先に言えよ。その階段しばらく延期だろうな。それはどういう意味だ。聞こえたろ、そういうこった。あれは誰だ。
カージャの祭司様さ、昨日下ろしてやってな、その1時間後に機械が暴れ出したんだよ。そりゃどえらいお方だそうだぜ。本人曰くな、照度の光での階段をあの男が取り仕切るんだとさ。今すぐ従わねば、無礼な振る舞いについて天将様に報告しますよ。おかげさまで死の危険と寒さに身を震わせ、テントで一夜を過ごす羽目に。ああ、私は乗せないのに、こちらの、なんとこの野良の野蛮人は乗せるのですか。そこをおどきなさい。フラディ様、アーロイ様です。博学のフラディスか。アーロイですよ、ほら、救世主の。まことか。これは非礼をお許しください。照度の光の階段に行きたい。お前も行くんだろう。ええ、ですが谷がこの状態では。創始者アラマンは宣言した、三王国に仕える祭司は最も貴重で守られるべき存在であると。経典に照度の光へはヴァンガードの隊長が安全を確保してから赴こうかと。そうか、隊長は知り合いだ。エレンドはどこに。手を動かしてるやつと話したい。経典はもう聞き飽きた。フラディス様が博学が抜けている。エレンドたちは博学のフラディス様に頼まれ、夜明け頃討伐に。そして夜明けに。し、谷にいるのか。ええ、機械の痕跡がないか廃墟を調べてみると言ってました。そうか、こんな大変な時にすまないが、装備を改造したい。チェーンスクレープに鍛冶師の作業台があるはずですよ。ブリッスルバックに効く3の矢を作っておくといいでしょう。容器を撃てば素早く倒せるはずです。どうも。エレンドを連れて戻ってくる。おい、どこに行く気だ。お、尾根の頂で待つのですよ。残念。確か笛が吹かれるまで動かすなと言われてるよな。その通り。さっさと戻らんやな。なんたる仕打ちを。博学のフアディス様をチェーンスクレープに送り届けてくれ。お任せを。エレンドを見つけて討伐を手伝ってくる。その後は問答無用で照度の光に向かうからな。太陽の望みとあらば。大丈夫、望んでるさ。エレンドを探す前にチェーンスクレープで弓を改造するのもありか。機械の死骸、ブリッスルバックだな。エレンドが倒したのかもしれない。チェーンスクレープだな。あそこで弓が改造できるはず。他の装備も改造できるかもな。流れ者が来たぞ。救世主様、お入りになられますか。チェーンスクレープへようこそ。開けてくれ、許可は得ている。わかりました。嘘、やだ、驚いた。ペトロ、アーロイ、ここで何してるの。あんち、ゴミダメにやっと目の保養ができた。元気にしていたが。ちょうどいいところに来てくれた。来て。今ここで手に入るのは酒ぐらい。ああ、聞いたよ、機械のせいで働けないと。それはここ最近の話ね。
チェーンスクレープはいつも問題だらけだし。そうか。今の悩みの種はあれ。わしらには関係ないな。ブリッスルバックは皆の問題でしょ。ウルヴァンだ。知ってるの？ああ。あいつの話は酒を飲みながらするのが一番。あ、待って、ペトラ。長居はできないんだ。西へ行く。あら。照度の光で階段がある。先に行くためにはそれに参加しないと。ああ、なるほどね。飲んでる暇なしか。じゃあ、影さん、会えてよかったわ。ほら、行くんでしょ。ペトラ。もし友達とビール片手に騒ぎたくなったら酒場に寄ってって待ってるから。ウルヴァンドは厄介な奴らしい。ペトラの力になってやれるかも。でもその前に作業台を見つけて弓を強化しないと。よし、これでいい。エレンドを見つけてブリッスルバッグを片付けてくるか。一体何が望みなのです？シャードが欲しいのですか？まさか執政官殿、わしを買収する気か？笛を吹かせたいのなら、そちらでブリッスルバックを一掃した上で利権協定に署名を。それとも他に何か方法が？どうも。救世主様、これはちょうどよかった。三王国の重要事項について少しお話を。後ででもいいか？結構。お待ちしておりますぞ。あなたがあの救世主様、デルボールとヘリスを倒せし者かもな。美しき女戦士の英雄譚はここにも轟いております。ウルヴァンド・フリーホルダー、お見知りおきよ。それでなぜ優雅にワインが飲めるメリディアンからこのみすぼらしい居留地にわざわざいらしたのです？ここは救世主様のご意向にふさわしくない。階段のために来た。階段？一体またどうして？ああ、偉大な使命を携えてこの先に行かれるのですね。その私のご意向でここの問題を全て片付けたらな。ああ、ブリッスルバックですか。奴らがいては階段も実現できませんしな。ならば邪魔者は消えます。ではまた。ちょっと待つんだ。笛はどこだ？町の中心に。ですが労働者の命を脅かすことはできません。機械は私が片付ける。それが済んだら作業を再開させろ。いいでしょう。それまでは同胞の安全を優先させてもらいますぞ。笛を吹く準備をしておけ。カージャの執政官の話を聞くか。あいつなら酒場にいるだろう。
これで最後だな。うん、どうも赤毛さん、飛んだ日もあるもんだ。あんたのおかげで助かった。トラップワイヤーは使えても、狩りとなると話は別だ。こっちに来な、ちゃんとお礼させてくれよ。あんた熟練の狩人か。あんたは一瞬でスクランジャーを倒したが、ヴァンガードは随分手間取ってたぜ。ヴァンガードがここにいたのか。ああ、ついさっきな、ブリスルバックをやって南へ行った。ところが、死骸をあさりにスクランジャーどもがご登場さ。ブリスルバックを追って南へ。多分な、谷にあふれ返った奴らをヴァンガードが一匹残らず掃除するんだってよ。なるほど。待ちな、赤毛さん。恐れの谷を旅するなら、トラップキャスターを持っていけ。そこらのトラップキャスターじゃない、俺のオリジナル、タダでやるよ。作りはしっかりしているな。だろう、調整は一度も欠かしたことがないぜ。ここなら改造しやすい。チェーンスクレープじゃ面倒も多くてよ。そろそろ行かないと。トラップキャスターをありがとう。ブリスルバックはあんたに任せて、俺は狩り場に向かうとするよ。トラップキャスターの腕試しができる。挑戦したかったら寄ってきな。ああ、用事が済んだら寄ってみるかも。エレンドは南に向かった。フォーカスで彼の足取りを追えるはずだ。痕跡だ。エレンドとヴァンガードのものかも。エレンドが戦っているみたいだな。後で保管庫から手に入れよう。こっちに来てくれ。ああ、情けねえ姿見られたな。でもお前のおかげで私は楽ができた。怪我は？あばらはほっときゃ治る。大丈夫、平気だ。アーロイ、俺がボコられるのを見にここへ来たわけじゃないんだろ。
どうしたんだ。会談を実現させたい。西に行くために私たちは導きの塔で脅威を退けたが、それで終わりじゃなかった。時間を稼いだだけ。まだやることがあるんだ。本当か？そりゃよかった。いやほら、なんだ、終わりじゃなかったって部分は良くないが、でも要するにお前の槍と俺のハンマーでまた暴れられるってことだろ。すぐにでも階段を開きたい。のんびりしてられないんだ。少し休めば平気さ。あ、ただこれから私がやるべきことを考えると一人の方がいいんだ。一人ね。だろうな。エレンド、イチャついてるとこ悪いが、俺も怪我してんだよ。たく、カッカするな。今行く。たく、嫌になるぜ。俺は照度の光に行って手当てをするよ。会談を実現させるなら博学のフアディスって祭司を連れて行かなきゃならない。ああ、あったよ。ブリスルバッグを片付けたら照度の光へ行かせる。そこで会おう。今回は勝手に消えないんだな。なんだって。こりゃびっくり。気にするとはな。どういう意味だ。いや、いい、忘れてくれ。何でもない。そうは見えないぞ。じゃあ言うが、塔での戦いが終わった後、お前は消えた。俺たちに何の挨拶もなしにな。みんなお前と血を流して戦ったってのに何にも言わず勝手に消えやがっただろう。そんなひどいやついるか。エレンド、私があの時何も言わずに消えたのには理由がある。教えてくれてどうも。エレンド、地球上の生命の危機を救えるのは私だけなんだ。何のことだ。今言った通りだ。私が古の技術を復元しなければ地球の生命は一つ残らず死に絶えてしまう。もう時間がない。そりゃ一刻を争うことだな。俺はバカ野郎だ。エレンド、たく早くしろ。もう行かないとな。照度の光まで送るよ。いいって。お前にはやるべきことがあるんだろ。俺たちは平気だ。平気だって言ったろ、アロイ。なあ、そこで突っ立ってないで降りるの手伝ってくれ。何の音だ。悪いが、お前だけで行ってくれ。足を引っ張っちまう。話がある。ノラがここで何してるか知らないけど、借りができたね。ヴァンガードが来るまでここで待つつもりが、ブリッスルバックが襲ってきてさ。そっからはもう大乱闘だよ。みんな大丈夫か。何人かやられたけど、あんたのおかげで石切り場は無事さ。作業に戻れそうか。時期に石切り場も活気づくだろうね。でもチェーンスクレープの笛が鳴らなきゃ瓦礫拾いするしかないよ。ここで何をしているんだ。
照度の光を補強する石材を切り出せとウルバンドに言われてる。でも作業中断と機械のせいでおじゃんさ。こんな機械恐れの谷じゃ見たことない。どこの釜から湧いて出てきたのかね。さあな、まだわからない。笛が鳴らなきゃ働けない。うちらはただの歯車みたいなもんさ。ウルバンドが笛を吹かなきゃハンマーも持てない。許可なしに作業した日にゃ即刻クビ。もううんざりしてるんだ。ウルバンドに反抗できないのか。金とコネを持ってるやつには到底逆らえないんだよ。ブリッスルバックを相手にする方がまだマシだね。そろそろ行くよ。気をつけて。あんたが来てくれたおかげで死なずに済んだよ。ブリッスルバックはほとんど倒した。これでみんな仕事に戻れる。ウルバンドに知らせてやろう。フアディスにもな。ようやく階段を始められるかもしれないな。まだいたのですか。ブリッスルバックは片付けた。本当に？さっさと気持ちを落ち着けて笛を吹くんだ。ことをせくことはないでしょう。まずは機械が本当に一掃されて谷が安全か確認しないと。一日もあれば済みますよ。あ、二日かな。ダメだ。今すぐ笛を吹け。罪のないオセラムの命がかかっているのです。ここは慎重に。お前が吹かないなら私がやる。さすがですな。聞け、皆の者。メリディアンの救世主がお救いくださった。何？ブリッスルバックを倒したぞ。お前、何？笛を鳴らせ。チェーンスクリープも営業再開だ。ことがやった。それと働けなかった分の手当はこのウルバンドが埋め合わせすると言ってる。よし、そうこなくっちゃね。いいぞ。おお、よっしゃ、やった。階段に行かなくてはならないのだよ。ああ、そうだな。やっと門も開いたし、店も使えるようになったはずだ。フアディスを照度の光に向かわせる前に店に寄っていくか。新しい周りを見ろ。谷はもう安全だ。行くぞ。エレンドはどこなんです？隊長の動向がないのならば。ブリッスルバックは討伐した。隊長からの命令だ。みんな無事なのですか？怪我してるが無事だ。お前たちのことを待っている。ですが予定だとあと3人は護衛がつくはずで。照度の光へ向かいます。エレンド隊長のご命令ですから、どうぞご勝手に。この吐き溜めに残れと？それはありえん。だったら行きましょう。ではまた後ほど。これでようやく会談を開催できそうだな。無事に乗り切ればサイレンスの行方を終える。ハーデスもだ。ダイヤのバックアップも見つかるかも。照度の光に直行してもいいし、恐れの谷で寄り道もありか。ペトラの誘いに応じてもいい。